こんにちは。恐怖の授業を始めます。今年も残りわずか。周りもせわしくなってなんだかそわそわしちゃいます。今回は年末年始に起こる不思議な話をご紹介しましょう。授業63、長い初夢。お正月、お年玉楽しみだな。クリスマスはいいプレゼントもらえなかったから、お年玉で買うんだ。じいちゃんいっぱいくれるし。はあ、ん？どうしたのみかん。いやー、いっぱいもらえていいなーって。うちの親戚ケチだから。まあまあ、初詣でお願いすれば。意味ないよそんなの。私、いい初夢見てお小遣いアップしたよ。初夢？ほら、一富士二鷹三なすび。お正月にその夢を見ると一年縁起がいいんだって。へえ。みかんの好きな朝岡くんと両思いになれたりして。あの朝岡くんと。まずその夢を見るのが無理だから。大晦日とかお正月ってワクワクするもんだけど、私にはそうでもない。大丈夫？乱暴だね。ほら、いいことなんてない。ただいま。ちょっとみかん、冬休みの宿題早くやっちゃいなさいよ。去年みたいに泣きべそ書くわよ。どうせ来年もろくでもないんだろうな。3、2、1、ハッピーニューイヤー。明けましておめでとう。パパ、みかん、お餅いくつ？みかんちゃん、どうぞ。おばちゃん、ありがとう。今年もしょぼかったな。おやすみ。あれは、うん、これって、おお、見ちゃった。1月2日、芸人大集合。って期待なんかしないぞ。ただの夢。みかん、みかん、当たった、当たったよ。何が？宝くじだよ、6億円。またまた、毎年外してるくせに。はあ、まずは家を建て替えよう。高級車もたくさん買うぞ。よし、みかんにはお年玉100万円だ。あ、いや、嘘。あ、最新のリボン1月特大号は濃厚ファンタジー新連載カラー51ページ、原作よし先生、作画みやちゃ先生で、ミオの名のもとに。本当の恋は両思いになってから、表紙&感動カラー43ページ、ミノポン先生のウイくん、待望のマルちゃん新作、一緒にほっこり笑おうカラー23ページ、原作さくらももこ先生、漫画さくらプロダクションのちびまる子ちゃん、まる子湯たんぽを欲しがる、デビュー2作目で本誌にスピード掲載、ナノピョン先生の読み切り32ページ、数を極めしリンゴちゃん、そして今月の付録はきらめくウィンター、ヒロインアクセセット、寒い季節に欠かせないファー&冬色アクセが登場ボス、クールなスクエアとキュートなファー、どんな髪の長さの子にも合うベストバランス、ミントカラーに星が映える、この部分は AG 入りリボン風デザイン、いろんなアレンジを楽しんでね。リボン1月特大号は大好評発売中。